私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまると、最近出産した息子の5人で暮らしているよ。今日は数年前に離婚した友人の再婚が決まったと報告が来たんだ。え、彩香、再婚するの？うん。彼がプロポーズしてくれたの。私も彼ならいいなと思って。そっか、よかったじゃん。おめでとう。ただね、問題があるの。問題？彼、別れた奥さんとの間に一人娘さんがいるの。小さいの？いや、彼が結構年上だからね。娘さんも成人してるんだけど、ちょっと言いにくいことかな。反対されてるとか？そういうわけじゃないんだけど、ごめん、うまく説明できない。ちょっと昨日来た LINE 見てもらえるかな。前日、彩香と奈々の LINE。ママー。え、奈々ちゃん、どうしたのこれ、5時か何かかな。だってパパと結婚したいんでしょ。ってことは彩香さんがママになるんだよね。あ、そっか、お父さんから再婚するって聞いたんだね。え、マジで？嘘？本当に？ごめん、意味がわからないんだけど、私をママって呼んだのは再婚するって知ったからじゃないの？それは知らない、適当に言っただけ。え、でもちょうどよかった。じゃあママになるんだし、お金貸してくれるよね。え、お金？そう、お金貸してもらおうと思って連絡したんだ。だってパパと結婚したいでしょ。なら娘の私も大切にすべきじゃん。ごめんね、お金は貸せないよ。はあ、なんで？いきなり言われても困ります。パパと結婚できなくなってもいいの？それはどういう意味？だって私ってパパにとって唯一の子供なんだよ。彩香さんってもうおばさんだし、子供期待できないでしょ。私が結婚やめてって言ったらパパも辞めると思うな。だって女なんかいくらでもいるけど、子供は私だけだし。ナナちゃん、自分が何言ってるのか理解してる？私はパパにとって可愛い娘って話だよ。それにさ、彩香さんお金があるんでしょ。私見ちゃったんだよね、駅前のタワマに入っていくところ。え、もしかしてと思ってさ、数日同じ時間に行ってみたら彩香さん出てくるんだもん。あそこに住んでるんでしょ。そうだけど。え、やばい、前の旦那からもらった慰謝料で買ったの？そういうわけじゃないよ。どの道タワマンで暮らせるくらいお金あるんでしょ。将来の娘のためにちょっとちょうだいよ。うんうん、そうだね、もらった方がいいよね。貸すんじゃなくてちょうだいよ。無理だよ。は？ふざけんなよ、パパに言ってやるから。分かったなら駅前のネカフェにいるから金持ってこい。どうやら彩香の再婚相手には面倒な娘さんがいるみたいだね。 LINE のやり取りを見せてもらったけど、こりゃひどいわ。せっかくプロポーズされて幸せだったのにね。娘さんとは一度だけ話して、その時に連絡先を交換したんだって。その後は特にやり取りはなかったんだけど、まあタワマンに住んでるのがバレて、向こうのクレクレスイッチが入っちゃったんだろうね。一週間後。ねえ、ママ。ほら、私のママになりたいでしょ？ナナちゃん、まだ言ってるの？もうお金の話はやめて。子供にお金を出さないとか最低。訴えてやる。養育費として1億円請求しちゃいます。私はあなたのママじゃないけど。え？ふーん、そんなこと言うんだ。パパに言っちゃおっと。私も業者さんに言っちゃおっと。業者？闇金みたいなところからお金借りてるよね、ナナちゃん。今逃げ回ってて、それでお金がないんでしょう。え？彼、あなたのお父さんに今回のことを報告したの。ナナちゃんから来た LINE も全部見せたよ。は？ふざけんなよ、見せてんじゃねえよ。それと、調べさせてもらったんだけど、ナナちゃん、飲み屋の男性とか地下アイドルとか、いろいろな男性に相当貢いでるみたいだね。今はヤバいところからもお金借りてるんでしょう。じゃあ、あんたが払えよ。嫌だよ。それに、お父さんもナナちゃんには関わらないでいいって。は？なんで？私は娘なんだけど。娘だからって何してもいいわけじゃないでしょ。これからの人生、あなたにずっと付きまとわれるなんて嫌なの。は？ふざけんなよ。え、ちょっと待って。やばい。ネカフェの中に借金取りがいるんだけど。やば。ちゃんと働いて、お金を返すんだよ。ま、マ
ってお願い、私ママって呼んであげるから。あなたみたいな子いらないけど。お願いよ。水木と彩香のライン。彩香、お疲れ様、大変だったね。うん、今回は本当に疲れたよ。最悪だった。でも借金取りさんが奈々ちゃんを連れて行ってくれたみたい。私のところにも確保したって連絡が来てたよ。話のわかる業者さんで本当によかった。やばいところだったらこっちも大変だっただろうし。そうだね。それにしてもなかなか強烈な娘さんだね。彼が前の奥さんと離婚したのって、奥さんとあの子にひどい扱いをされてたからなんだよね。親子で態度もそっくりなんだって。タワマンの管理会社からも連絡があったんだ。私の住んでいる部屋を売却したいから見積もりさせてくれって若い女性の声で問い合わせがあったみたい。怖すぎるよ。なるほどね。一度彼とデートしてた時に奈々ちゃんに遭遇してさ、娘さんだって紹介されたの。その後かな、駅前でばったり会った時に連絡先を交換したんだけど、私その時はすごく嬉しかったんだよね。ああ、まあ再婚相手のお子さんから連絡先を求められるってそりゃ嬉しいことじゃないのかな。うん、そうだよね。彼氏さんは今回のことなんて言ってるの？娘が申し訳なかったって謝ってくれたけどさ、私もナナちゃんとたまに連絡を取ってるってこと言ってなかったんだよね。やっぱりトラブル防止のためにも何かあった時はちゃんと夫婦で話し合おうってことになったよ。うん、結婚前にそういうの話し合えてよかったね。うん。迷惑な娘さんは借金取りに捕まったよ。その後彩香たちは無事に入籍、二人だけで結婚式を挙げた後は海外に旅行に行ってたっけ。うちもたくさんお土産をもらって嬉しいね。でも入籍前にまた娘さんから連絡が来ていたらしいよ。彩香さん、あ、既読ついた。やっぱり私のママだ。ブロックしないでいてくれたんだね。うわ、ナナちゃんどうしたの？ブロックは忘れてただけだけど。そんなこと言わないでよ。ねえ、お願い、助けて。助けて？私夜の店とかでいろいろ働かされてたの、借金返済のために。でも稼ぎが悪くて、このままじゃ関西まで時間がかかるって言われて海外に行くことになったの。何されるかわからないじゃん。だから何？だから何って、娘がどうなってもいいの？私の娘じゃないし。あんたの彼氏の娘だろうが。でも彼はずっとあなたたち親子に苦しめられてきたの。あなたもある意味母親の子育てによる被害者かもしれないけどね。それでも私はあなたのこと許せないかな。は？そんなのあいつの稼ぎが悪いからでしょ。だから私のママは困ってたのに、全部あの男が悪いんだ。あなたももう大人だからわかるでしょ。父親は立派な職業についていて高収入だってこと。そして母親は今もろくに働かず男遊びばっかり。本当に困っていたのは、苦しんでいたのはどっちなのか、大人なんだからもうわかるでしょ。それは大人なんだからもうわかるよね。自堕落な生活を送ってきたツケは自分で払わないといけないので。でもでも彩香さんはタワマン暮らしじゃん。お金があるんでしょ。お金くれてもいいじゃん。あなたのために働いてるわけじゃないの。本当は誰とも再婚しないで一人で暮らしていくつもりだったから、必死に働いてきただけ。それと一つ教えてあげるけど、あのタワマンは家賃安いんだよ。え？駅前で立地はいいんだけどね、結構マナーの悪い人が多くてさ、ロビーのソファーを子供が靴履いたまま走ってたりするの。そういう事情があるからさ、部屋の持ち主が安く貸してくれてるんだ。な、何それ、インチキじゃん。インチキでも何でもないんだけど、勝手にそんなこと言わないでよね。安いとはいえイメージするほどじゃないって意味で。駅前のマンションだから家賃はそれなりにするんだし。じゃあパパは？パパにお願いして私がどうなってもいいのかって。彼のことをパパって呼ぶのはやめて、自分が傷つけた人って考えた方がいいよ。今まで自分が傷つけた人が自分を助けてくれると本気で思う？でも海外だよ。何されるかわからないし。じゃあ今度はナナちゃんが苦しむ番だね。でもあんたらは幸せになれないから。なんで？日本にはママがいるんだから。絶対に私のママがあんたらを邪魔するよ。うちのママは執着が半端ないからね。
最近彼氏に逃げられて次の男探してるって言ってたから、パパが金持ち女と再婚するって情報を教えてあげたの。ざまあ、あんたらも地獄に落ちな。あなたのママも海外に行くってよ。え？さすがは親子だね。同じところから借金してたみたいだよ。ママさんも返済ができなくなっちゃって働いて返すことになったって聞いたけど。は？え？同じ国で働けるといいね。いや、いやいやいや、誰か助けてよ。その後、迷惑な親子は二人揃って海外に連れて行かれたみたいだよ。なんでも地下で働かされているって噂だけど、どこの地下帝国で働いているんだ？彩香と旦那さんは引っ越して新しい場所で生活を始めたよ。一緒に暮らすようになってからいろいろ気づいたんだって。すごく優しい男性なんだけど、無理している部分もあるらしく、そんな彼を思い切り甘やかすんだって笑ってたっけ。いや、今後ずっと親子に付きまとわれる可能性もあったわけだし、いい形で落ち着いてよかったよかった。いい形といえば、我が家は今赤ちゃんの頭の形を良くするためいろいろやってる最中だよ。その横で香箱座りで丸くなるにゃにゃ丸、かわいい。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。